今回のスピチューブは日替わりランチ、噂のランチメニューを調査いたしました。ここ結構有名なんですよね。グリル松島、中庄駅から徒歩すぐの場所にあるんですよね。それでは最後までよろしくお願いします。今日のお店がこちらです。ちょっとこれ今日ちょっとランチ、本日650円でございます。今ランチですよね。ランチやってんのかな。もうこれ中庄駅のねすぐ近くにあるお店なんですよね。ちょっと今日こちらにお邪魔します。それでは早速いざ入店でございます。今日のお店がグリル松島ということで、結構ねみんなから美味しいと評判のお店なんですよね。気になるメニューがこちらですね。松島セットも気になるんですけど、まあ本当に丼物からねカレーとか定食とかいろいろありますね。今回は迷わずランチを注文いたしました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、というわけでこちらが噂のランチでございます。こちらですね。いやーいいですね。こちらねお味噌汁ご飯がついてまして、650円ということになっておりますね。ちょっとこれ、食べようかなと思います。うん、うまっ。めっちゃ柔らかい。豚肉のね、とデミグラス、ね、デミグラスソースがあんましつこくないから食べやすいね。こんな感じで650円のランチ定食でございます。いやーいいですね。結構ねボリュームあってね、お肉も柔らかいんですよ。またこのデミグラスソースもね程よいね感じでいい味してますね。チキンソテーもお肉が本当に柔らかかったですね。うん、肉が柔らかいね。うん、ぜひ皆さんもねランチタイムお店に行ってみてランチを注文してみてください。はい、松島さんのねお店の外に気になるお店があったんですよね。こちらですね、グリル松島さんの関係のお店なんですけど、いやちょっと気になりますね。松島の店の前にある、ね、系列なんだよ、なるほど、系列なんだ。はい、たこ焼きね、はい、オリジナルソース、当店自慢のオリジナルソース。あのパンチは結構辛い感じなんだけど、まあ、いいでしょ。あーいいね、美味しそう、美味しそうですね。おいしい。熱い熱い熱い。
暑くて暑くてよくわからない。あ、なんかとろーりね。これお店のあれでなんだね。びっくりした。普通のたこ焼き食べるとまた変わってくるでしょ。いただきます。うん。あ。え？あ、熱くはない。食べ方や。猫舌だよね。いやでもすごい。なんかとろーりだね。かなり。なんかね。周りもねふわっとしてるけど。なんか思ったより意外にいけるね。いただきます。うまっ。もう一個頼もうかってなるのこれ。はい、というわけでお疲れ様でした。いや美味しかったです。今日はもう本当にね、グリル松島さんにお邪魔させていただきました。今回はですね、ランチタイムということで日替わりランチ650円、650円ですよ。いやー安いですね。で、今回のねメニューがとんかつとチキンソテー、まあサラダついてね、なんですけど、あとお味噌汁と白飯ですね。まあこちらなんですけどね、がっつり行きたい方はこの白飯大盛りとか、このなんだろうな、おかずとかも大盛りできますんで、メニュー見てみてください。で、こちらね、食べてみてすっごい柔らかい肉質なんですよね。で、まあ柔らかいだけにその旨味がね詰まってんですよ。これがまた、いやー美味しかったです。はい。でもこのデミグラスソースですか、もうなんかねいい味してましたね。まあ苦手な人とかいるんですけど、程よいねこのソースの味が効いて良かったですね。いやぜひ苦手な人もそうじゃない人もぜひ食べてみてください。ということで、その他ねがっつり系もありますね、はい。でお外にもねたこ焼きとか手羽先売ってたりしてたんで、まあこちらもね思ったよりとは失礼かもしれないですけど、予想以上に美味しかったです。ぜひ皆さん行ってみてください。今日もありがとうございました。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。